ハインリヒ・クリスチャン・シューマッハ、クリスティアン・ハインリヒ・シューマッハは、ドイツの天文学者、即地学者、天文雑誌、アストロノミシェナ・ハリヒテンの初代編集者である。ドイツの北部ホルシュタインのブラムシュテートに生まれた。キール大学、ゲッティンゲン大学で学び、1805年からタルト大学で講師をした。ドイツに戻った後、コッペンハーゲンとゲッティンゲンで、天文学と即地学を学んだ。 ゲッティンゲンではカールフリードリ・ヒガウスに学び、1808年にはハンブルクのヨハンゲオルク・レプソルトと共に新しい製氷のための観測を行った。1810年からコペンハーゲンで教え、1813年から1815年間マンハイム天問題の所長を務めた。1817年からホルシュタインの測量を指揮した。1821年に アルトナに移り施設天文台を建設し、天文列記の編集と、1821年に創刊した天文雑誌、アストロノミシェのハリヒテンの編集に従事し、31巻まで編集を続けた。1829年に、イギリスの王立天文学会ゴールドメダルを受賞した。小惑星シューマッハに命名され、アルトナは、シューマッハの天文台があった町の名が命名された。 ありがとうございます。